見て眠れないんです。夢の中に同級生の菊川さんが出てくるんです。もう何日も寝てないんです。助けてください。助けてもらえたらこっちの方だよ。お母さんに会いたいのは僕の母親に似ている気がするからなんだ。お母さん、お母さん。少女を救うため、母の思いを知るため、今悪夢の中へ。しまった、ここは俺自身の夢の中だ。お母さん、ねえ、世界は怖いのばかりだの。あなたにも人の心が分かってしまうの。そんなことしてきなりにしよう。ごめんね、あなたを産んでしまって。悪夢探偵。